こんばんは、恋愛婚活スタイリストのジュリーです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄から LINE のお友達を募集してます。 YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。では今日はですね、かっこいい男性よりも丸々な男性の方がモテるというお話をさせていただきたいと思います。で、かっこいい男性っていうのはね、顔とか見た目とかかっこいい男性ってやっぱり、ね、一歩踏み、先を行っているというか、モテるんじゃないかなって思うことってすごくあると思うんですね。で、もちろん顔がね、見た目が良ければ一瞬モテるっていうのはあると思うんですけど、中身が伴っていないと正直モテないんですね。でも、かっこいい男性よりもどういう男性が求められる、どういう男性がモテるかというと、それはかっこいい男性よりもかっこつけられる男性の方がモテるんですよ。大人になって婚活をするような年齢になってくると、かっこつけることができる、要は見え張れる男性ですね。で、見え張ってても続かないってね、男性思ってしまって、だから見え張らないっていう人もいると思うんですけど、ずっと見え張る必要はないけど、張るべきところで見えを張れない人っていうのは、女性はやっぱりこう自分を預けたいと思わないんですね。見え張らないでできないじゃなくて、見え張ってでも守りたいとか、見え張ってでもかっこよく思われたいって思うように、そういうマインドを持った男性の方が女性は実は好意を持つんです。なので、かっこいい男性よりもかっこつけられる、かっこつけるべき時にかっこつけられる男性になっていただければと思います。ではですね、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE のお友達を募集してます。 YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。メルマガ、 LINE、 そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。ではここまでになります。ありがとうございました。